田中みなみあったかタイム先週に引き続きゲストはお米マイスターの西島豊造さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いします西島さんは五つ星お米マイスターの資格を持つお米のスペシャリストということで白いご飯お好きですか好きですよ毎日お米召し上がってますか毎食違いますね食べてるお米は毎食違う朝昼晩お米が違う 玄米とかそういうことではなく、白米の中で、それ全部あるんですけど、白米も炊飯器4台ありますから。えー、自宅に？えー、同じ機種で4台、違うメーカーさんで6台。え、そ,うそ,うそう、え、え、何のために？食べ比べをするんですね。ですから同じ条件で炊かなければわからないので、あ<ー>一斉のせで同じことをやったりするときに4つが必要になる。 プライベートとお仕事の線引きはあまりしない方なんですね。その辺では、まあ、プライベートは、あまり関係ないですからね。ええ<ー>。ね、あの、西島さんのお店目黒にあるんですけれども。はい、そこでは、何種類のお米を扱ってるんでしたっけ?。今六十五ですね。ね。<laughs> ええ、今サンプルで四十来てますから。そ <laughs> うなんで食べてる状況で。そんなに、新しいお米が毎年毎年出るんですか?。実は平成十五年ぐらいから、毎年出ているんですよ。新品種って えー知らなかったスーパーで見るの大体変わらないですもんそれはやはり皆さんがお米の勉強していないので知ってるお米を買われてしまうんですねそうそう大体そうですから新しいものがなかなか並んでも売れませんから今現状そうなるうでも「夢ピリカ」って新しい品種でしたよね、はい、すごく売れましたよね「夢ピリカ」ってるも売れたじゃないですかはいその後に佐賀日和だったんですよ佐賀県の それも実はですね、うん、スーパーではかなり売れていたんですねへえ<ー>去年の話題の青天の兵き、あ青森聞いたことありますあれは販売店が少なくてちょっと皆さんでもめましたけどあのお米は青森で生まれた一目惚れの美味しさを持ってる米なんです<ー>でさらに今皆さんのマスコミさんで話題になってる来年デビューする新潟県の新之助新之助えー、赤と白の紅白の袋ですねあらおめでたいそれが今飛ぶように売れてる実験販売です知らなかったそれはお高いんですか えーっと大体いい大沼さんとコシヒカリの間ぐらいって言われてますねっていうと1キロあたり1500円から700円ぐらいしてるのかなって感じです 1>, 1キロあたり1500円、ね、あごめんなさい2キロで2キロで、うん、いやでも結構高いですね新潟の中では大沼級の値段って言われていますのでそれだけ美味しいんでしょうね期待はすごいですねす第産地の新潟県からやっと出てくる新品種なんですよ、うん、はあ西島さん召し上がったんですよね当然食べてますどうですか あの、腰狩りと思って食べたら美味しさが違うんですね。ただ新しい食感の甘みとか粘り感とかを感じるんだれば、はりすごい。売れる予感はします。売れますね。売れますね。言い切りました。新之助大注目です。はいはい。で、あの先週は、いろんな白米、私食べたことない長野の風さやかとか、あの、高知県のニコ丸、うあと秋田県の夢おばことか。初めてのものがいっぱいだったんですけれども、今日は、その、 ご飯に合うおかずっていうのを紹介していただけるということで、まずは何から行きましょうか基本的には前回も言いましたけど、うん、地産地消が一番いいんですね。はい。ですから、納豆って今そこの前にありますから、はい、納豆であればやっぱり茨城なんですよ。おお、茨城のお米で。福丸って先週紹介しましたので、はい、その福丸で食べてみてください。ありますよ。行っちゃいます。 この頃納豆も大粒化してるんですね。大粒の納豆が評判になっていますので、合わせてお米も実は大粒の方が相性がいい。うわぁ、納豆とご飯なんて幸せだな。ここに生卵かけたいんだけどな。あ入れる方多いですね。うん。入れない派ですか私入れますよ、結構ね。お入れるんですか入れます。朝だったらさらに大根のしも入れたりします。あ、え、この中にそうです。別じゃなくてえ、私、あの、ちょっと粘りがつくと口が痒くなるので、切れを良くするために大根を。 ええー、いただきます。納豆ご飯。納豆ってほろほろ落ちてしまうんですよ。うん、でもお米もほろほろ落ちると非常に食べにくい。うんうん、でも福丸は、今箸で持ってましたけど、落ちてこないんです。うん、ちゃんと納豆を支えてくれる米ですね。納豆の米粒感と、そのご飯の米粒感って意外とバランスがいいはずなんです。本当だ言われてみれば。 これ、コシヒカリですと、もうちょっと粘りが強いので、うん、ちょっとベタベタするって感じが強くなるんです。まあ、気づかなかった。<laughs> うーん。日本人に生まれてよかった。<laughs> 茨城のお米だったら何でも合うんですか納豆はいや。やはりコシヒカリですと、ちょっと柔らかめにきますので、うん、本当に美味しさであれば、福丸とか新品種の方がいいんですね。うんうん、でも福丸の方が、より納豆の美味しさがわかるって感じです。うんうん。まあ、美味しい。 もっと究極的とだし醤油よりは生醤油の方がおいしさを出るのかなって気はしますけどね<ー>自分的には納豆もこだわりあるんですかやはり大粒小粒とかいろんな産地とかありますよねうん、うん、その中で茨城の納豆って言えば自分は生醤油の方が好きかな西島さんのお米のお店でははい ご飯のお供も扱ってるんですかいやー、お米で65なので、置く場所がないです。えー、扱ってほしいなー。もう、横に置いといてほしいです。本当はね。うん。福丸の横に納豆いっぱい置いといてほしいです。本当はそういうふうにしたいんですけど、お米、お米、お米しか並んでいないんですね。えー、ご飯のお供もお願いします。はい。では続いて、どれ行きましょうかはい。えーと、じゃあ、今度は、ちょうど野沢流がありますので、長野県の風さやか。野沢菜大好き好きですか大好きです。で、風さやかも好きだしね、私。 前回初めて食べたけど。はい。いただきます。温泉の朝ごはんとかのおかずで合うので、野沢菜も当然ものすごく合う。若干のしょっぱさ。うん。これに対して、ズさやかはしょっぱさを感じさせないんですね。ハリハリ感だけを出す食感の。本当な。打ち消してくれるんです。野沢菜とご飯だけで、うん、私ご飯2合いけちゃうな。<laughs> 野沢菜がもうすぐ主張できると思うんですね、風さやかというのは。うんうん。お米の方が味が濃いおかずの場合には控えてくれるんですよ。はい。味が弱いおかずの場合には風さやかが表に出てくる。あの、風さやかって、その、甘みよりも、お米の旨みの方が。そうですね。旨みの方なんです。ね、ですから、おかずの味が薄い場合にはお米が表に出てくるんですが、おかずが薄い場合には控えてくれる。そうですね。あ、こんな風に、 お米とおかずの相性なんて考えたことなかったです。なん <laughs> だって合うと思ってました、白米には。基本的には何でも白米ですか日本のお米なので、うん、合うことは合うんですけど、もっと贅沢をってった場合に、やっぱそういう風に食べ方をした方がいい。うーん、うまみの相乗効果。<laughs> 続いてはい、続いては今度は何にしましょう夢箱。夢お箱。ね、ええ。秋田のお米です。はいはいはい。そうしますと、今ここに残ってるのは塩辛か皮のりってなるんですね。どっちが秋田なんだろう さあ、どっち見せましょうかね。私はどっちでも実はすっごい好きなんですよ。うん。で、もしはできれば両方食べてみてください。しっとり感が違う。しっとり感が違う。うん、な、あの、皮のりっていうのはしっとりしていますよね。はい。で、四万頭煮込まれもそうなんですけど、しっとり感とまとわりつく米粒に、その感じって出るんですよ。 でも、が塩辛ですと、うん、その塩辛もやっぱりとろみがありますよね。それも辛もんです。この皮のりは、シマントって書いてあるから、ええ、じゃあ、これは2個丸に取とっときましょう。はいはい。で、この塩辛が、うん、じゃあ、秋田の夢箱で食べてみてください。そうですね。北海道のやつだけど、まあ、近いからいいか。うんうん、うん。まあ、北海道塩辛有名ですからね。そうですね。いただきまーす。うーん。夢箱の粒缶と塩辛って意外と合いますよね。 合いますね。不思議と。なんか、イクラ丼食べてるみたい。そうですね。イクラも実は合うんですよ。うん、合いそうです。夢箱とね、山の方の産地の米なんですが、うん、秋田小町の粒が大きくなって食感なんですね。意外と日本の和では全部合う、はい。うーん。喉越しがいい。そうです。綺れがいい。うーん。あ、甘みもあります。あー。 面白いでしょ塩辛って味が濃いんですよ。でも最後にちゃんとご飯の甘みが感じるはずなので。お茶漬けにするのはどれが一番いいですか私はお茶漬けですか夢箱の方が好きですね。うん、夢箱。粒感がサラサラと残ってくれますから、食べたら満足感は出ますね。うんうん、いいですね。うん。わ、お茶漬けしたくなってきちゃった。で、じゃあ最後に残った。じゃあ、島んとの煮込まる。はい。じゃあ、皮のりで。皮のりでいっちゃいます。つくだ煮ですね。はい。いただきます。 海苔の,のしっとり感で煮込まるとピタッとこう張り付く感じで出ましたよね。皮のりが、煮込まれ一粒一粒に絡みついて、最高に美味しい <laughs> うんちょっとち食感がち今までとは違ってくるんですよ。でも野沢菜食べよ。<laughs> 野沢菜とも合いますよ。合いますよ。うん、絶対合います。煮込まれさん。うん、<ー>煮込まれは可能性が広いですからね。うーん。 ね島さんは、ご飯の音も何が一番好きですか私は明太子とか、<laughs> オールマイティに使えるものがやっぱ好きですね。明太子ってことは、え、福岡のお米ですか、うん、は福岡。あの、お米はどこでもいいんですけど、うん、基本的に明太子ってすごく日本のお米と合いやすいんですよ。嫌い、うん、相手がいないので、うん、いろいろ食べ比べして、ちょっとお米がたくさん余ったなって時には明太子がっつりって感じですね。明太子と一番合うと思う白米は何ですか えっと、やはり今回は長野の風さやかのがあったって気はしますね。<ー>この粒感と、ちょっとあの、博多の明太子の辛味、強いやつ。なんかでも長野の風さやかってスーパーで見たことないんですけど。うん、実はですね、まだ生産が少ないんですよ。どんどん今増やしているので、県のブランド化ということで、この間も知事が発表はしてるんですけど、えー、まだまだ種と生産が追いつかない。 ああそうなんですね、うん、ただすごく期待されていますねうんゆめぴりかもそうでしたけどやっぱりタレントさんがコマーシャルで宣伝したりすると売れるものですか、ね、えっ、ー、とまああれはゆめぴりかに関してはマツコさんの力ですよねうん圧倒的に力だなとあと七つ星七つ星もマツコさんですね,ね<え>某番組でマツコさんが一言言ったのがそのままコマーシャルになっているので、ええ、最初ゆめぴりか褒めてもらいたかったんです番組の中でデビューの年でしたから マツコさんすごくご飯好きで、うん、実はたくさん食べる分だけ濃いお米よりも薄くて甘いお米が好きだったんですね。<ー>で、七つ星。で、私は七つ星が好きって言い切ってしまったんですね。うんうん、番組の中で。それがそのままコマーシャルに使われた。そうですよね。あれはインパクトがあるコマーシャルで、つい食べてみたいって思ってしまいました、ね。そうなんですよ。マツコさんの正直な感想からコマーシャル生まれましたから、うん、おかげで七つ星もこう、ちょっとトーンダウンしてましたけど、一気にわーっと活性化してます。へー。 お米業界にとって、やっぱりそういうコマーシャルとかタレントさんの力っていうのは大きいものですか、うん、ええー、できれば欲しいですね。うん、うん。ただ、本当にコマーシャルとかお金かかりますので、うん、あとはコマーシャルで花火を上げて、どこまで産地がこう、丁寧に広げられるかっていうことになるでしょうね。マーケティングの力。うん、なんか埼玉のお米ってないですか私埼玉県出身だから。埼玉,埼玉はですね、イシリーズってありますよね。イの輝きとか、イのきらめきとか。えー、知らない。えー あ、知らないですか埼、はい、っていう埼玉の彩りってありますよね。うん、あれを使った品種が3種類ぐらいあるんですよ。あれはコマーシャル売ってないですね、まだ。売ってないですね。埼玉ましょう。う。の下手なので。下手なんですか下手ですね、関東では。え、あの、ちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、西島さんはどこまで手広くお米を見てらっしゃるんですかえっと、正直言って試験場とかどのお付き合いもあります。育種の方。全国はい。お米をただ売るよりは、プロモーションからマーケティングからブランド化から、 生産者のその、担い手問題であるとか、地域活性化まで一通り。うん、いや、本当になんか裏ボスですね。裏のドン。<laughs> <laughs> <laughs> そう言われてしまうと、咳出ちゃいますけど。た,ただ実際的にお米を売っていくブランドをするとにはそこまで入っていかないと、皆さんが見えないんですよ、産地の方が。うんうん、自然的にそう付き合いになってしまうってことが多いですね。ええー、でも一人こういう基準みたいな方がいると、我々もわかりやすいし。うん ね、あの、入ってきやすいです。うん、あの、ちなみになんですけど、冷たいご飯は、冷たいまま食べた方がいいのか、まあ冷めてしまったご飯で、ね、ね、それからレンジで温めた方がいいのか、どっちですかお米の表面が乾いてるとしたら、もうそのままの方がいいです。うん 再加熱をしない方がいい。うんうん、で、ラップとかでくるんであったりとか、冷凍庫に入れてあるんなら再加熱の方が美味しいですね。で、再加熱で、ほぼ味が全く落ちない品種って一つあるんですよ。何ですかそれが七つ星。<ー>北海道のマツコさんが好きなやつ。ええー。あのお米はレンジアップって言うんですけど、レンジでチンした時に全く味が落ちてこない。ええー。冷凍したものも。そうですね。冷凍したものの味が落ちない。ええー、すごい。唯一の品種ですね。あれはすごい、ポテンシャルが。 ね西島さん、例えば食べきれなくて保存しなきゃいけないときに、はい、冷蔵庫なのか冷凍庫なのか、うん、で冷凍庫って長持ちするから冷凍庫に入れてしまいがちだけど、例えば、うん、明日の朝食べる場合とかは、冷蔵庫冷凍庫どっちがいいんですか実は全部冷凍庫。全部冷凍、えー、冷蔵ですとそのまま味を落ち続けてしまうんですよ。残念ながら。その今食べたお米の美味しさを維持するとしたら冷凍庫に入れて再加熱の方がいいです。 でもうち瞬間冷凍とかそういう高機能な冷蔵庫じゃなくて本当普通の冷凍庫なんですけど、ええ、大丈夫です。大丈夫ですかええ。冷蔵庫よりは全然いいですね。えー、ただその時に要注意なのが、皆さんラップにくるみますよね。くるみます。次に熱いまま入れると問題だって話で冷めてから入れますよね。あ<ー>そうではなくて、実は粗熱を、うんうん、まあラップの上にお米を乗せて、はい、ちょっと粗熱が飛びます。うん、飛んだ時にふわふわふわっとくるんで、うん、そのまま冷凍です。えっ 粗熱取れてからじゃないと、だって冷蔵、冷凍庫入れたら他のものが溶けちゃうじゃないですか。溶けますよね。ですから、粗熱が溶けたギリギリのとこなんですよね。なくなった段階の。<ー>そのぐらいを見計らって、くるふわふわふわっと握っあ、くるんで、冷凍庫にすぐ入れて急速冷凍。うん、<laughs> しかも冷凍するときって、多分皆さんも経験あるかと思うんですけど、結構ガチガチに <laughs>。あれダメなんですよ。私やっちゃう。あれは口の中を火傷するだけですよね。 えー、ううお餅を温めたと同じくらいにこう、やっぱりお米なので、粒ですから、はいうん、粒の穴に空気が入ってる方が、ホクホクとした、あったかいご飯に戻るんですよ。えー、でも皆さん大きさをこう揃えるために、パンパン叩いて成形しますよね。あの空気のないお米は、ただ熱いだけの解凍ご飯になる。そうなんですね。大体うわうわんやけどする方が多いんですね。ああ、確かに。そうかもしれない。うん、ですから、空気をたくさん入れて、ふわっと入れた方がいい。 何聞いても答えてくれるから楽しいです <laughs>。例えば、うん、あの、古くなっちゃったお米。まあ、そもそも私、お米が古くなるっていう概念がよくわからなくて、うん、まあ、一人暮らしだし、お米の減りもそこまで早いわけではないから、うん、そうだな三3ヶ月ぐらいかけて。長いですね。味相当落ちてますよ。本当にうん。だいたい1週間で味が落ちてしまうので、 でもそれも読みがらす方法はできる。えあるんですか簡単に。金網のざるってありますよね。金網のざるあります。そうでもありますよ、ね。麺を切ったりする。うんうん、あの金網のざるに古くなったお米を入れて、水をかけないまま、ザラザラザラっと網にこすりつけるんです。うん。再生米って言い方をするんですが、再度精米をする。はい。金網で表面の酸化したパサパサした部分だけは剥ぎ取ってしまう。うん。中はまだみずみずしいので。あとは普通に研いで炊けば、ボソボソ感であるとか、極みとかっていうのを抑えられるんですね。へー。 勉強になりますね。<laughs> しかもすぐにできることばかりですね。できますね。うんうん、うん、あとは炊くときに、あれですよね。最初に吸わせるお水はいいお水。いいお水ミネラルウォーターとか浄水されたお水。うん、で、それを一回流して、うん、で、一回目だけはいいお水。二回,回目からは水道水で構わないので。一、うん、回目いいお水、二回目は水道水。で、流してから二十回シャカシャカ遠いで、で、 えっと、水道水でまた洗って、流す。そうん、それを2回。あ、流すの2回。二回。で、それから、2合分とか3合分とか、まあその分量だけミネラルウォーターを入れる。米したであれば。で、もしそれがちょっと古いなと思ったら、先週言ったように、もう10回だけ表面をちょっとチャカチャカチャカっと磨いて2回水で終わる。うんうん 二、はい、回すすぐって理由は、実はあの、お米の研ぎ汁ってのは濃いんですよ。うんうん、濃すぎて、そのままでは流れないんですね。うん、なので、お水を入れて、かき回して、薄めて捨てる。はい。で、これがどうしても二回必要になる。そうなんですね。二回はやってなかったです、うん。そうそう。半分まだ残ってるんですよ。そこの方のやつが。へ<ー>で、二回、最初二回、まあ、すすぎますよね。はい、お米を研ぐ前に。 で、最初のお米表面についてるぬかであるとか、ほこりが全部流れる、うんで。そういうのがついていない状態で20回かき回して、お米の古くなった部分だけを剥ぎ取る、うんそう。女性が使う乳液みたいな色が出てくるので、濃、えー、すぎて流れないから薄めるためにたっぷりお水を入れてかき回し捨てる。うん、それを2回で。今度は表面的に少しまだ溶き切れてない可能性があるので、はい、もう10回だけお水がない状態でシャ,カシャカシャカシャカやって2回すすいで完璧に終わる。 わかりました。今夜は西島流でご飯を炊きたいと思います。うん、<laughs> お知らせに続いて西島さんのあったかくなるお話伺います。本日はお米マイスターの西島豊造さんをお迎えしています。ここからは西島さんが体験した心温まる出会いや思い出について伺います。感動した体験、心に残る言葉ございますかえっと、小さなお子さんでご飯が食べれないってお子さんいたんですよね。えー、で、いろんなお米を進めて何が原因かを調べていって、 で、何度目かにその子がやっと食べれた。うん、その時に好きになったって言われたことはやっぱり感動しましたよね。この子はもう食べれないのかなっていう気持ちが正直ってあったんですね。えー、または産地にいろんなこうブランドをしてますけど、私言葉がきついので、飲んでる時とかに結構お前嫌いって言われるんですよ。はい、その乱暴な発言であるとか、うん、もうご利押しみたいなのが苦手だと言われるのが多くて、うん、でもその中でもちゃんと売れるようになっていって評価が上がってきた時に、 やっぱり一緒にやっててよかったってことを言われたりとかって時はほろっとしますよね。<laughs> やっててよかったなっていう。うん。西島さんもその人のことを思って、そのお米のことを思って厳しいご意見を言ったりするわけですもんね。生産、ね、者なので、やっぱり胸を張って売ってもらいたいんですよ。えー、そこまでは、やっぱりきつくても育てなきゃならないって感じがあるので、うん、今その人はさらに他の仲間を広げてますよ。ああ。もう本当に力になってるんですね。お米業界全体の、ね、<laughs> でも散々言われましたね。嫌いだ嫌いだってことは。 ね厳しいことを言わなきゃいけないですもんねそうですねあの一年に一作物なのでどうしても妥協ってできないんですよ、えー、特に今回みたいなのその天候不順があるときには、うん、お米が取れなければ生活ができないわけですね、はい、それでも生活するためにはギリギリの判断っていうのをいつでもしてもらわなきゃならない、うん、時に甘えは許されないんですね、うん、嫌われても自分の信念を貫くと、うん、最後は分かってくれますからす、ね、分かってくれた時にやっぱり良かったって感じは強くなるうん 私、本当にもうお米にハマってるから今日、まあ2週にわたってお話伺えてすっごくためになりました。<laughs> ちなみに最後に伺いたいんですけど、はい、無洗米って、本当に洗わなくていいんですか洗った方がいい。え無洗米というのは、正直言って丸裸の状態のお米なんですよ。ぬかもついてませんから、一回服を着ていない。うん、それが時間が経つことによって表面が全部乾いてしまうんですね。でもお水は乾くと、中に、 入らないんですよ、えー、お米の粒の表面が乾いてしまうと、お水を通,通してくれない。えー、壁ができる。うん、その壁を取り除く必要性がある。うん、その方が柔らかくて甘い。えー、さっき再生米って話をしましたけど、はい、同じように金網に入れてお水をかけないまま、その表面の硬くなった部分だけをサラサラと剥ぎ取ってくれてから、2回すすいで炊けば、 普通に炊くよりは甘くて柔らかいです。でもそう考えると無洗米の方が手間がかかるような気がするから普通の白米の方がいいかな。でね、で正直言って無洗米はちゃんと袋に1時間吸水をしてからって書いてありますよね。えー、そうなんですか。あら読んでない。読んでない。そんな注意書き読まないですよ、白米。ダメですよ。<laughs> えー、白米と無洗米はまたちょっと違ってきますので、存在が。無洗米は無洗米。で無洗米も今美味しいんですよね。よくなりましたね。 良、うん、くなったっていう言い方を伺うとまあ何種類かの製法があったりしましたから、うん、最初で結構バラバラだなって感じがあったんですけど揃ってきたって感じありますね普通の白米と比べたらやっぱり味は劣る えっと、硬さが出るかなって気がしますね。どの製法においても。うん、だから自分は研いだ方がいいって話をするんですが。なるほど。実際研いでしまえば、すぐに炊飯器で炊けるんですよ。うんうん、でも研がなければ、やっぱ1時間のルールは、甘さを出すのに必要だなと思うので、うんうん、時短が流行ってるんだったら、無洗米も水を使わずにかき回した方がいいかな。そうか。石島さん流の研ぎ方だと、意外と時間かからないですもんね。かかりませんね。何回も何回も研いでたのが、20回ふわっと研ぐだけで済んじゃうからた、ね。ね、20回だ、10回だと終わりですから。ね そのやり方が良さそうです。そうなんですね。だから、あの、夫婦喧嘩したとか絶対お米溶かないでって言ってるんで。<え>お米がなくなってしまう。あ、ガーってやっちゃうから。<ー>怒りに任せて。ニッパとか言いながら、興奮にやるとお米ボロボロなんですよ、今の時らならなら,ら。そのぐらい柔らかいんですね。そこまで感情をお米にぶつける人いるかしらとたもいますね。<laughs> なんでお米ボソボソになるんですかってなって。そっか、じゃあお米を炊くときは、研ぐときは、心を平穏な状態にして。そうですね。一番いいのは本当は、鼻歌かなんか歌いながらやると、一番研ぎすぎない。へえ。やってみよう。うん、やってみてください。うん。まだまだお米についてどうしても知りたいという方は、西島さんお店やってらっしゃいますか目黒のえ、都立大学ですね。都立大学。歩いて2分ぐらい。うんうん。お店の名前は鈴の部です。鈴の部。はい。 お店の休みはありますか日曜祭日ですね。皆さんが一番来たい時に休みだ。しょっちゅう怒られます。<あら> <laughs> 平日は何時から何時までですか時半、あの、8時半から6時半まで。は朝8時半から、ね、結構早い。朝が早いんですね。昔のお店なので、うん、ゆっくり寝てられないんですよ。<ー>なんとか開けてしまう,っていう。はい。 じゃあご興味ありましたらぜひお店の方に伺ってください。2週にわたってお米マイスターの西島豊総さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お相手は田中みなみでした。また来週